パスでいいタイミングでやっぱり外のショットを受けてますよね。さあここもアウダが侵入、素晴らしいパス通ってきた、これが美しい。そうですね、アウダのこのビハインドザバックからのコーナー3、森川でした。ここは2人に囲まれますが、ここは外から放っていく、決めた。ロングスリーというところでしか細谷決めてきました ね。ここのところも鍵を握れそうです。コーナーから伊藤隆のスリー決めました。ここは完全にワイドオープン。そうです、ね、さあ逆に走りたい秋田、伊藤隆、ここは出すと見せかけて自ら、はい、おしゃれなあのプレー出ましたよね。ファッショナブルでした、伊藤隆です。繋いでいます。さあカーター、これもタフショットな感じでしたが決めましたね。難しい角度で2人来てましたから、沈黙というのは横浜にとっても不気味かもしれません。そうですね、ポイントとなるかもしれないですね。手を出していきましたが通ってきました。その話をしていたところ、ハビエルカーター。そうですね、古川パステイクをかましてジャンプショットを押し込んでいったのはコルビー。古川にアキチェンバーズしつこく絡んでいきました。中に預けてコールビー、ロバートカーターの上から決めた。打つことはできなかった、ここは、パスを選択、ここは外からハビエルカーター来ました、ね、2本目です。そうなった時に誰がこれを改善するか、あのコート内でしっかり話してる。ここも外から中山、秋田の流れが押し寄せてきました。大浦から中山、さあ正面の位置からの古川のスリー、ギリギリのところで食い下がっているというところなんでしょうか横浜も。さあ中山、これはコーナー空いていた、スリー来ましたね。来ましたね、ハビエル・カーターが、ロバート・カーターブロック、ここが決めてきました。ベクトン、まあ、繋いでますね、はい、ファール、依然3点差。古川のエルボーからのジャンパー決まった。広げます。横浜が後半2つ目のタイムアウト取りました。古川とアキチェンバース、ハグをかわしてタイムアップ。横浜ビーコロスエアーズ対秋田ノーザンハピネッツ。